やっぱ今のどことかやったら、ギャラじゃ、二度キングじゃなくて、先制点は取れなかったし、まあ、そう考えたら、まあ、二度キングであるメリットっていうのも、ひよこパーセントって何これ。ああ、バナ、クソバナやろ。クソバナはもう、余裕。こいつに勝てればちょっとまあ、あれやね。ちょっと信じていいかもしれない。またバナに負けるのか。やっぱバナに負けない。バナに負けないパーティーになっております。ご安心ください。って思ったけど負けそう。正直揺れ取りいらんな。揺れ取りいらんわこれ。揺れ取りの枠あいつにしようか。毒クラゲとかにしようかな。いや、メガマンダ、多分バナは根絶するんちゃう？メガマンダ、メガマンダで。うん。まあ、多分角打ちやろ。恩返しとかで。いや、だからメガカイロスは、だからタイプがさ、やっぱ悪い。あんま良くないやん。やけどマンダはやっぱね、腐っても種族中はもう高いしさ。メガマンダ4に15匹育成した、マジで。まあ、どうする？それでルビサワでさ、ブレイブワード以前とかしたら。ないとは思うけどな。え、マジで？まあまあまあ、メガ、メガゲンやろ。超回復。窪下がるなーってか、なんでや、もうおかしいってマジで、九州当たりすぎやろ、もう。なんでなん、ほんま、もういい加減しろよ。あ、てか、これもう一回前ばよかったな。確かに言われてみれば。もう一度舞うべきだったかもしれない。で、これは耐えるはずやねん。はぁ？いやー、いつ降参してくれんのかな、相手の人は。ねえ、だってこんなんでさ、勝ったって嬉しくないやん。スポーツマンシップに乗っとればもうこんなんでね、勝ったって俺は嬉しくないな。俺だったら降参するな、もう。だって申し訳ないもん。申し訳ないし。
ああ、マリルイカード戦で。ああ。耐える。114で交代考えたけど、ああ、もうだからそうすればよかった。まだいけるぞ。マリルリを突破するボーマンだ。ポリツーなん？ポリツーなら正直、いや、ガブやったか。ガブでしたか。どうにかして勝てへんかな。いや、無理やった。はあ。いやー、つまらないなー。ね、逆鱗を打つことしか能がないもんな。最初のゲンガーがあれが、まあちょっと、あれがでもな、あれが仮にね、勝ってたとしてもな、どのみちマリルに抜かれてし、まあちょっと違った結果になったかもしれないけど。まあまあ、でももうちょっとやらな分からん。もうちょっと対戦をこなしてみないと分からん。ラストオーダーって何？居酒屋でね、よく11時半とかにラストオーダーみたいな言うけどね。あれね、あのレールガンね。レールガン出たか。あんま知らんわ、その辺は。え、レールガンと金賞と同じやろ？同じようなもんやろ。何、なんか違うん。あ、ちょうど画面がまた消えた。
同じでしょ。今の特に違うあれはないと思うんだけど。上条トーマがなんかぶん殴って説教して終わるアニメでしょ。ああ、知ってる知ってる。何話か途中まで見てんけどな。もう結局もうと、なんか途中で見なくなっちゃったな。ああ、むずい。選出むずすぎるな、これ。俺、居酒屋でバイトしたことないっすよ。しようと思ったけど、面接落ちたからな。今で忘れへんわ。面接落ちで、でもそこをなんか、俺が落ちたね、居酒屋のバイトは、電話でね、ちゃんと言ってくれたんですよ。もうちょっと今回がご縁がなかったということで、みたいな。その後泣きましたけどね。いや、ワタミじゃない、何やったっけ、八犬伝っていう居酒屋。あ、ギャラか。いや、普通、バイト面接って、落ちたら、ね、連絡しないのが当たり前。連絡しないか、書類で、書類返すからな、ね。え？いいんですか、そんな、そんな、無駄死にして。で、ガブ来る。あー、ガブか。ガブか。まあもう正直し、ここは。あ、激励ならごめん、耐えるわ。鉢巻きじゃなきゃ。あー、無理やった。あー、でもこれはもう逆に、ここで激励とかでよう打つよなー。あ、弾か。ニドキング、実は小さいね。モチーフウサギやからね。じゃあ、消えてもらおうかな。アデュー。これがラストだ。ラストオーダー。楽しかったぜ。お前とのポケモンバトルは。でももうな、飽きちまったんだよ。てめえと戦うのも。だから、貴様には消えてもらう。悪いな。正直もうこれ、ユレドルの枠誰かに変えた方がいいや。これが今日謝罪録やった人です。はい、その通りです。なんでイエローモンキーのタグがついてんやろ。俺イエローモンキーの曲で1曲だけ歌えるのがあんねん。なんだっけ、花って曲。髪の毛あるたれて誰にも恨む。お前が咲くのなら、あ、球根だ。ごめん。花じゃなくて球根っていう曲。
僕はあなほうほうってやつ。ポケモンの球根じゃない？チューリップとかの球根。よし、じゃあ、選出をしていきましょうかな。世界が壊れそうになった今、流星のよう